湯たいら駅は、大分県ゆふ市ゆふ院町下湯平にある、九州旅客鉄、道久大本線の駅である。特急、ゆ号の停車駅である。湯布院の森号は停車しない。かつてひさし大線に急行のみが運行されていた、時代、急行の、湯のかと、湯うは、湯布院同様に、当駅にも停車していた。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。 互いのホームは、古戦郷で連絡している。無人駅。駅舎には、下川間郵便局が入っている。かつては観光案内所、JA も入っていたが、現在は閉鎖されている。湯平温泉街が、男は辛いよ第30作目、男は辛いよ花も嵐も、虎次郎の舞台になったことから、地域活性化を目的として、 ユタイラ観光協会が2006年10月17日に2番ホームの待合所を改装し、ロケ時に使われた写真などを掲示した、トラさん思い出の待合所として公開している。また、待合所の中には、駅ノートの設置と、ホームには、実際に、厚見清がロケ時に使用したベンチ、縁結びのベンチを設置している。 1965年度には、乗車人員が232,359人、降車人員が234,400人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は1749人、降車人員は16,665人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。ユタイラ温泉の最寄り駅であるが、当駅から約 3.5km 離れた温泉街への交通手段はタクシーのみである。かつては大板バスと亀のイ、e、バスが路線バスを運行していたが、2007年までにすべて廃止されている。ありがとうございます。